です。ビギナーズジャムズ、そろそろですね、終盤に近づいてきましたけれども、MC シロ先生と、そして特別講師 ECD も入って、豪華なあのビギナーズジャムズなんですけど、最後になんか MC シロ先生、言っとかなかった、すごい基本的な、基本中の基本用語がありましたね。うん、それは、B ボーイ。ね、B ボーイっていうのはつまり、一言で言うと、うん、まあ、ヒップホップを愛する人たち。ヒップホップやろうってことなんだけど、意義なし、うん、意義なし。これね、言っときたいのは、B ボーイの B っていうのをね、ブラックって勘違いしてるやつが多いんだよ。そう、そう、ヒップ、なんとかヒップホップカルチャーイコールあれって黒人のもんでしょみたいな思ってる人が、そういう固定観念で、うん、B ボーイ、ブラックボーイだと思っちゃってるんだけど、これは違います。バッドボーイとかね、はっきり言っときますけど違います。 B ボーイの B はブレイクボーイね、これもともとこう、まあ、ブレイクダンスをするやつってとこが始まってるんだけど、うんうん、それ要するに転じて、それがなんでヒップホップやろうってことになったかっていうと、こう何でも物事を突き破る、突破する、ね、困難があったら出名で突破する意志を持ち、そしてその力を持つ、そういう熱い魂を持った男たちのことを B ボーイと呼ぶんだと俺は解釈してるぜ。そう、本当そうだよね、うん、そのことなんだ。熱かったでしょ私たち今日ね。今日すごいね、あの語っちゃったんですよね。要するにそういうだからB ボーイ魂を持ったやつのための文化イコールヒップホップっていうかさ、そういうなんていうのかな、冷めてないっていうか、冷めてない、決してない、ガッツ、うん、そう、自分自身に誇りを持つってことだね。そうだね、うん、そうそうそう、うん、自分自身っていうのはだからさっきも言ったように洋服でもなんでもいいけどさ、うんうん、そうそう、だから自分自身に誇りを持つから、それが流行ってなくても俺は影がいいんだと思ったらハゲでいいし、うん、それがしまいにはもう流行っちゃうから、うんうん、それの痛快さだよ、うん、そういうガッツ持った聞き方してほしいし、そういう作品だと思って受け止めてほしいな、うん、そういう感じだな。そうだね、とりあえず B ボーイ、これからそういうなんか、うん、あの気合の入ったそうリスナー、うんうん、期待したいですよね。リスナーにも気合を期待したいぜ、うん、てなところで、じゃあてなところで、あの通りがかった ECD がなんかちょっと一言言っておきたい、気合の入ったプロモーションです。5月28日発売、若干逆さですけどビッグユースの、うん、パチパチパチ、何枚目なの、100枚限定の4枚目の、4枚目のアルバム、4枚目のアルバムですよ皆さん。100枚限定の2枚組プロモ、プロモーション、これはプレ1名様に、1名様にプレゼントだ、100分の1があなたに。これさ、ガッツのあるさ、こうなんか書いてきたやつにさコストあげて、ね、抽選じゃなくて、うん、これなんかあの ECD にあの対するメッセージ書いてほしいね、うん、それで選んでもらってもいいね、うんうん、ECD 見せたら選んでもらってもいいね、うんうんうん、100分の1だもん、それぐらい努力してもらおうよ。これはもちろんあれでしょう、もう俺たちに明日はないってぐらいで、もう気合入って気合っていうかね、うん、とりあえず最高傑作、最高傑作、最高傑作、100分の1があなたにいきます。熱いメッセージ待ってます。こんな感じでですね、またジャムズ、新しくなったジャムズですけども、時間帯も変わりましたからね、ちゃんとチェックして、これからもジャムズ毎週金曜日、再放送も参加ありますけれども、チェックしてください。よろしいでしょうか。 MC シロ、そして ECD とお送りしていきました。今日のジャムズでした。また戻ってくる。 See ya!